はい、ソムニウムファイル続きからやっていきたいと思います。前回の続きでとんでもないお話聞かされておりますね。なんかドロドロの人間関係を話されましたね。まさか瀬島がひとみさんとおきゅうらの仇のような存在であり、イリスのお父さんが瀬島で、イリスの本当のお母さんはもう瀬島の息子に殺されてるみたいな、もうなんかすごい人間関係がすごいですね。まあ、とりあえずひとみさんに続き話聞いていきましょうか。先代の組長ローハンが真中の眼球を取った理由、瀬島への恐喝についてお清らには日曜日の話の続き、まあ上から見ていくか。すみません、理由は全く。まあ変態だったんだろう、瀬島への恐喝。瀬島、何も話していません。言ってないんだ。お清らには日曜日の計画は私が独断で立てたものです。じゃあ日曜日の話の続き。聞くまでもないことなんですが、念のため確認させてください。私が倉庫を出た後、あなたは何を？真中の死体をフォークリフトのエンジンルームに戻してから現場を離れました。そうですか、やはりね。警官が到着した時、倉庫内に死体が見当たらなかったのはそのためだ。種明かしをすれば何のことはない。イリスは生き返ったわけでも何でもなく、お前が真中と見間違えただけだった。死体は消えたわけでも何でもなく、瞳が隠しただけだった。それがあの冷凍倉庫で起こった不可思議な現象の答えだ。ただ単純にそれだけのことだったんだよ。じゃあまとめ見ていくか。いくつか不明な点はあるものの、ひとまず18年前に起こった事件の概要については分かった。だが、4日前に発生した奈良美翔子殺害事件。この事件との関連性が全く読めない。両者はそれぞれ独立した事件なのか、それとも何かつながりがあるのか。接点があるとすれば、沖浦と瀬島だが。とにかくこの件について考えるのは後回しだ。今はそれよりも。まあでもそうだよな。あくまでなんだろう、ひとみさんは復讐劇だけど、奈良美翔子は全く関係ないもんな。待ってください。どうした？どこに行くんですか？決まってるじゃないですか、イリスを探しに。場所もわからないのに。あなたは知ってるんですか？マジか、もう手術しに行ってるんじゃね。実は。はい。え？どうしてイリスの居場所を？今日の午前4時頃、私の家に一本の電話が。相手の正体は不明です。声が変えられていたので。そいつは何と？娘は預かった。警察には何も言うな。話せば娘の命はない。それで今までずっと黙ってたんです。くそ、やっぱり沖浦のやつが。まあ待て、まだ犯人が沖浦と決まったわけじゃない。まあそうだよな、沖浦さんはどっちかっていうとイリス大切にするはずだし。あれ、今沖浦これ29号と一緒に動いてんのか。あれ、そっか、29号と動いてるルートか、沖浦が死んでないなら。あるいは89号という可能性も。89号だった、29号じゃなかった。そう、これ似てる。これ、このなんていうの、このここわかる、このほうれい線みたいな。なんか瀬島もこれない、なんか似てる気がするんだよな。なんかすげえ瀬島と。どっちだって同じだろ、イリスの身が危険であることに変わりはない。でも導入ができるん？話の続きを聞く。犯人は続けてこんなことも。私と伊達さん二人だけで指定の場所に来いと。まさかの俺と。はい、犯人は俺のことを知っている。どう考えても沖浦以外に考えられない。それで指定の場所というのは？
どこ？残念ですがそこまでです。俺ピュータ、え、ボス、なんかぐったり撃たれた。タテ君、逃げて。ボス、安心してください。ちょっと眠ってもらっただけですから。一体どういうつもりだ。上の方から圧力がかかったんです。これ以上操作はするなとのお達しで。え、でもピューター、お前沖浦派だからどっちにしろこっち協力するんじゃねえのか。どうなんだ。ボスはその命令に背こうとしました。だからこうして。操作って何の操作だ。証拠の件か、それともイリスのことか。どっちも違いますね。マナカ殺しの件ですよ。ん？マナカ？マナカの件ならもうほとんど解決したようなもんじゃないか。それは今ここにいる我々の中でのことでしょ。僕らが口を閉ざしている限り事件は解決したことにはなりません。そうか、瀬島か。瀬島が脅してきたんだな。さあどうでしょう。とにかく伊達さん、あなたにはもう捜査権限はありません。今から5分ほど前に剥奪されました。しばらく自宅で謹慎しているようにとのことです。さあどうしますか伊達さん。おとなしく従った方が身のためだと思いますけど。アイゴ、電源を落とせるか。朝飯前だ。よし、じゃあ行くぞ。3、2、1。あ、うわ腕折られた。すごいことなってる。さあ教えてください。指定の場所とはどこなんですか。それは言えません。なんで。どうして。もし教えたらあなた一人で行ってしまうでしょ。確かに、伊達なら行きそう。私も一緒に行かなければ。あの子は。わかりました、案内してください。もう雨の中また、もうすごいスピード出してる。廃工場。いや俺89号が、ここは、89号がサイトな気がするんだけど違うんかな。8年前の事故で閉鎖された化学工場です。なぜか知っていた。俺はこの場所のことを知っていた。頭の片隅がチリチリとうずくようだった。そういえばあれか、伊達もなんか殺人を犯してたんじゃないかっていうのシンクで一回見てるんだよな。伊達、突然だがすまない。ちょっとまずいことになった。どうした。何者かが私のストレージにアクセスしている。え、どうやらデータを削除しようとしているようだ。この5年間に蓄積してきたありとあらゆるデータ、バックアップを含めた全ての記録を片っ端から。ピュータか。ピュータがやってるんだな。その可能性は高い。相手は管理者権限を使ってアクセスしている。今防御システムを作動させたが、時間稼ぎにしかならないだろう。持って4時間といったところか。それを超えたら私の機関プログラムであるウジャトの内部にまで侵入を許すことになる。つまり私の思考中枢の核となる本質的な部分まで破壊されるということだ。くそ、なんでそんなことを。例の圧力のせいかもな。だって、お前は上層部の人間から目障りに思われているようだ。連中はお前の動きを封じるために私の機能を奪おうと。まあ理由などこの際どうでもいい。今重要なことは一つ、4時間以内にイリスを奪還しアビスの本部に戻ること。それができなければ私は、私の存在は全てこの世界から消滅することになる。伊達さん、どうしたんですか。いえ、ちょっと大変やな。
イリスも助けなきゃいけないし、アイボーも助けなきゃいけないし。さあ、分かったら行動開始だ。頼んだぞ、立て。4時間か。大丈夫、それだけあれば十分だ。俺はエボルバーのグリップを握り直し、再び足を動かし始めた。先に私が入ります。あなたはここで待機を。わかりました。はいはいはい、これはシンクシステム。ウィリス乗ってんじゃない、これ。え、オキューラ、オキューラ。アデハ19号。4時間って言ったのに。試験はまだ終わってない。なに分岐？あ、セーブする？ちょっと待って。はいはい、セーブ終わった。ん？なんか変なとこ。どこ？あ、ロック。またこれ、あれだ。あ。あ、ロック解除された。こっちはイリスが斬殺されたルートだよね、多分。まさか今度上に走ると思わんかったわ。総裁。とりあえずこっちは沖浦も殺されてしまったってことだよな。で、今度こっちのルートに入るわけか。どこら辺だこれ。あー、わかった。まあ、イリスは多分殺されてるんだよ、確か。あー、そうだね、うん。泣いてるから、そうだ。イリス殺されて、瀬島をボスが殺した動画を見て終わってるわけだ。はいはい、なるほど。じゃあ行こうか。ボスが黒幕なんじゃないかみたいなルートだよな。なんでこれ交互にやってくんだろうね。その理由がよくわかんないんだけど、最終的には一つに繋がんのかな。でも片っぽはイリスが生きてて、片っぽはイリスが死んでるだからな。繋がるのか？どうなんだ？これは瀬島だ。なぜだ？どうして？ボス。どういうことなんだ。本当にもうなんか、あっちのルートもすごかったのに、こっちのルートも壮絶だよな。なんでボスも殺したのか、瀬島を。なんでボスが瀬島を。相棒がうっすら出てる。翔子の死亡推定時刻は金曜日の午後5時前後。その時ボスは何を。わからない。ボスのアリバイ。土曜日の午後8時頃はどうだ。沖浦が殺された時刻だな。やはり同様にボスのアリバイはない。イリスと太田殺害時のボスのアリバイ。いや待て、イリスと太田の時は違うぞ。俺は動画を見ながらボスと電話を。ああ、そっか。最初の数分間だけな。あの時はまだ動画の中に白熊は現れていなかった。どこかカメラには映らない場所で電話をかけることは可能だ。その時ボスの携帯はどこにあったんだ。接続した基地局を調べれば。ボスは携帯から電話をかけてきたんじゃない。通話に使われたのは PC だ。冷凍倉庫から一度アビスの PC にアクセスし、そこを経由して我々のところにかければ。そんな回りくどいこと。
じゃあこの七海将校一連の殺人事件の犯人はボスってこと？で真中の殺人は瀬島につながってくるのか。まさかボスが。ボスが第二のサイクロプスだっていうのか。将校、沖浦、イリス、太田、そして瀬島、五人とも全員ボスがやったと。その可能性は高いと言わざるを得ない。とんでもねえ。こっちのルートもしかしたら伊達の真相が分かるルートなのかな。唯一まだ伊達のことって未だに解明されてないからな。なぜなら瀬島は左目をくり抜かれていたからだ。翔子や沖浦やイリスと同じように。伊達、ボスの居場所が分かったぞ。早い。 GPS の信号をキャッチした。どこだ。ボスは今左岸家に。何？瞳の家にいるようだ。なんだと。今度イリスのお母さん狙ってんのか。やばいって。ボス大量殺人鬼ルートなんだけど、まだ生きてるか。俺はホルスターから銃を引き抜き家の中へと飛び込んだ。ひとみさん、ひとみさん。いない。呼びかけてみるが返事はない。ボスの姿もなかった。相棒、ボスの携帯に電話を。もうさらわれた後か。了解。まあ出ないよな。あ、違う、ここで鳴ってる。鳴ってんのか。どうだどこだどこだ。え、どこどこどこ。充電中。なんか携帯がありそうなんだ。これか。違う、それ分かってる。まあそうだな。え、どこにあんの。どこどこどこなの。分かんない分かんない。キッチン。あ、あったっぽい。いた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 。ボスの携帯だ。まさか。あ、誰。なんか特殊部隊入ってきた。伊達かなめ、殺人容疑で逮捕する。え、なんで。 なんだって。おとなしく銃を捨てろ。どういうこと。ボス。俺を撃ったのか。ボスに売られたんですけど。お前、お前、おい。冗談言わないでくれる。お前が第二のサイクロプスだったんだ。バカバカしい。何を根拠に。見たんだよ、この目で。お前が瀬島の頭に銃を突きつけ引き金を引くところをな。いい加減にして。もううんざりだわ。瞳はどこだ。知らないわよ。ここに来た時にはもういなかったんだもの。ん？なんでここに来た。あなたに教える必要はないわ。怪しすぎる。いや、ボス怪しすぎるよ。一体何の真似だ。それはこっちのセリフよ。あなたが七海将校を殺したんでしょ。バカな。なんで俺が。とぼけたって無駄よ。戦う。待て。まだ待て。お、銃を下げてくれ。犯人はボスだ。俺は誰も殺していない。あー、これもう全員まずいな。これ戦うしかないのかな。戦う。くそ、このままじゃ拉致が開かない。戦うつもりか。それしかないだろう。やめておけ。彼らと打ち合っても勝てる見込みはない。じゃあどうすりゃいいって言うんだ。うむ、そうだな。おお、エロ本、エロ本か。さすがの天下のサットもな、エロ本にはかなわないだろう。粉塵爆発。いや違う、なんだ。なんか思いついた。なんだで、調理台の上にあるの。お前の大好きなやつじゃないか。うん。雑
誌だよ。そこにあるだろ。エロ本か。やっぱりエロ本なんだ。雑誌ってなんでこんな時に。いいから見てみろ。そんなバカな。なんでこんなのがここにあんの。ひとみさんこういうの好きなのかな。これはもしや一部のマニアの間で語り継がれている伝説の。なんでこんなとこにあんだよ。やばいやばい、タブキーどこだっけ。あった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 、タブキーねえんだ、タブキーねえんだ、タブキーねえんだ。間に合わなかったし、エロ本に目取られて終わってるよ。さあ一緒に来てもらおうか。終わった終わったな。終わったね。リトライする。はい。でこのエロ本を置かれてるってことは協力者がいるってことだから、ボスは実は裏切り者じゃない的な。なだで調理台。そんな可能性あるくない。だってエロ本ひとみさんの趣味になっちゃうよこれ。なんかそれは嫌だもん俺。あぶね、間に合った。うおー、団地妻の。なんかやってる。応援幕だ。人んち爆破する気でか。伊達、エボルバーに火炎弾を装填。煙に向かって放て。なんでそんなこと。うるさい、つべこべ言わずに早く。人参爆発なんだろうけど、これ人の家なんだけど、人の家吹っ飛ばす気満々なんだけど。伊達、エロ本片手に何やってんの。コントロールと上。はい、よーし、間に合った。爆発するよね。だよね、人の家ここ。怒られるぞお前ひとみさんに。あんま被害ねえし、ボスとか直撃じゃない。大丈夫、ボスだけ連れてこ。おそらく気を失っているだけだろう。右肩と左足を負傷しているが、命に別状はない。粉塵爆発か、考えたな。ああ、だがだったら小麦粉の袋を投げつけろって普通に言ってくれりゃよかったんじゃないか。それでは動作が遅すぎる。お前の反応速度を向上させるにはああいうしかなかったんだよ。っていうか、これ、ただの料理雑誌じゃねえか。そういうことか。まあでも、団地妻いらないよね。なんか確実に意識してるよね。このなんかエロ本っぽい感じが。ラブエナジー注入とか書いてある。2時間完全収録 DVD、特別付録、おかず盛りだくさん、ニンニク納豆アボカド、今夜の二人。今夜の二人とか書いてあるからね。絶対使える、僕多分、精力回復だと思うんだよな。ひとみさんどういう目的でこれ買ったんだろうね。気になるわ。ひとみさんの思考が気になってしょうがねえ。なんか逆に興奮するものがあるよねこれ。ボスは相変わらず気を失ったままですね。ですが脳波も安定してますし、このまま進駆しても問題ないかと。傷口一応治療してあげてほしいけど、ピューターは協力してくれるんだね。ボス話しかける。伊達、ボスに話しかけても無駄だ。分かってるだろ。じゃあシンクする？瞳の行方は依然としてつかめていない。嫌な予感がした。状況から考えて、ボスが彼女の居場所を知っている可能性は高い。それを突き止めるにはどうすればいいか。ボスの頭に潜ることが最も手っ取り早い方法だろう。俺はそう思ってボスをここへ。じゃあシンクするか。ん？どうやってシンクしたらいいの俺。あ、ピューターか。89号はどうした。塀の中に帰ってもらいました。府中刑務所に。そうです。
ここに長く留めておくわけにはいきませんでしたからね。ボスの状態、やけに協力、これやけに協力的。そりゃそうですよ。ボスは敵だと分かったんですから。さっき相棒から動画データを送ってもらったんです。それで協力してくれてんのか。データには加工した痕跡は見当たりませんでした。つまりボスが瀬島を撃ち殺したのは間違いないってことです。でもなんでわざわざその証拠になるようなものを残したんだろうな。それも気になるよね。左目をくり抜いてね。すると他の4人をやったのもボスである可能性が高いってことになります。あるいは共犯者がいるのかもしれませんが、どのみち黒であることに変わりはない。僕が協力的なのはだからですよ。僕だって知りたいんです、伊達さんと同じように真相を。ボスの状態、ボスは右肩を脱臼、左足の腓骨を骨折しているようです。ですが脳に異常はありません。このままシンクできますよ。じゃあシンクするか。ボスにシンクする。ピューター、そっちの準備はどうだ。いつでも OK です。よし、それじゃあ始めよう。伊達さん。わかってる。制限時間は6分。それまでに必ず戻ってくる。じゃあ行きますよ。とうとうボスの脳内を見ることができると。どうしよう、血みどろだったらボスマジで第二のサイクロプス確定になるよな。そんな現実は受け入れたくないが。倉庫だね、ここ。なんでこんなカラフルなの。ドラムから、その中にモデル、サザエさんやってるよ。ちょっとの天気なんでそこだけチョイス。そういう登場しなきゃいけない決まりなのか。努力目標ではある。こんな時に。こんな時だからこそ私はお前を。まあいい。ところでここは廃工場のようだが。ボスのやつ一体何を隠してるんだ。その状況からソムニウムスキャン開始。絵面面白すぎるんだけど。1、2、なんか吹き出してるよ。3、4。ボスが隠している真実の扉をこじ開けろ。ボスが隠している第二サイクロ事件の真相を暴け。本当に黒なのかな、どうなんでしょうか。はい、ということで今回はここまでにしましょうかね。区切りもいいんで、まあ、次回はソムニウムパートでボスの脳内ちょっといろいろ見ていきましょうかね。はい、それではシュヤンでした。じゃあまた次回一緒に探索頑張りましょう。それじゃあまたね。